10章、名前のない時計。白い朝日が満ちていく。時計の針の音がする。クローネは朝目覚めるとホットミルクだけ飲みました。ペンプの残した止まった時計をじっと見つめて描きます。大事なところで噛んでしまった。今日はミルク、ホットミルクだけなんだね。いつも何かしら口にしているのに。前回は大学に行ったね。どうしようかな。じゃあ前回行ったところに行ってみようか。大学。丸い手鏡。学校帰りのクロマライトがしょっちゅう磨いて自慢してたもの。空っぽの薬入れ。学校帰りのクォーツと見つけた素敵なガラクタ集める入れ物。あ、小さな鍵だ。指先くらいの小さな鍵。鍵の名前は扉の横。扉の横、どこだろう。こっちは回廊の隅。あー、両方とも全然わかんないや、場所が。明かりを消すと回り出す、キラキラ光る丸い玉。近づいて、また遠のいて、優しく瞬く丸い玉。なんかいろんなもので溢れてるな、ここは。海の色をした丸い玉。若草色の丸い玉。輪っかをかけた丸い玉。しましま模様の丸い玉。砂の色した丸い玉。青と緑の丸い玉。これが地球かな、もしかしたら。金色に光る丸い玉。あ、小さいグレーの丸い玉。きっとこれはあれだよね。ハートのついた丸い玉。あら、かわいらしい。宇宙の惑星だよね、きっと。あれ、こんなとこに扉が。あ、ここが回廊の隅なんだ。よし、じゃあ開いてみよう。中を覗くと銀ネズミたちがランプ囲んでおしゃべりチューチュー。あったかい光、ささやきの声。クローネは扉をそっと閉めました。ここにあったんだね。すぐ近くにあった。じゃあこれは読んだね。メテオライト。大勢の人が何年も費やし、目まぐるしい場所で私は生まれ。惑星探査機、その頭脳として星の外へ打ち上げられた。拍手も憧れも飽きるほど浴びた。そんなものより石が震えたのは、声を枯らして応答を願った。私だけが見た漆黒の夜空だ。メテオライトはあれかな、もともと宇宙船とかロケットだったのかな。なんかそんなような言い回しだよね。
この島はずっとゴミ捨て島だ。人形は決して人間じゃない。我々の時計はただのエンジン。石はただの人工物質。輝く星も訪ねてみれば、岩と氷の寂しい世界だ。ブローネ、瞳に映った景色が本当の色と信じられるかい？目に映るものが真実とは限らない。そうだなぁ。あ、メテオライトとお茶してないや。お茶しようか。じゃあ、いらない。濃い琥珀色でキリッと苦い。あれ、このお茶飲んだっけ？まあいいや。島国で採れた茶葉だな。うまい。終わらせても飲んだね。ぶどうみたいにみずみずしい味。島国で採れた茶葉だな。うまい。全部うまいって言ってくれるのかな。東で採れた茶葉だな。うまい。ああ、どこで採れた茶葉かわかるんだ。飲んだだけで。すごいな。じゃあ、そうだな。ちょっと待ってね。今、鍵は、どれだ？カーテン、扉の横、白い壁の下。カーテンの裏は、カーテンの裏は開けたっけ？ああ、やばい。記憶がどうだったかな？機械の隙間。まあ、でも、お話をめぐってって、途中で開けたらいいねってぐらいでいいと思うんだよね。なんか、無理やり探さずとも。そこで巡り会えたらまあ、いいねってぐらいで。じゃあ、ゼンマイを巻きましょう。キン、コン、カラン。鐘を鳴らすと、シャトンがのそのそ起きてきました。行こうか、クローネ。神殿へ。アンクルの時計を動かすために。ああ、そうか。前回、神様みたいな存在、と思われるアンクルが存在するんだよね。お話によると。でも、誰も姿を見たことがない。わあ！真っ白な壁に囲まれた大きな大きな神殿の中。人形たちがみんな集まり、丸い空を見上げます。この島は止まり始めてる。メテオライトの言葉を聞きます。かつての島を守った、大きな人形がある。彼がアンクル。彼の体の設計図がある。みんなの力を貸してくれ。時計は僕が作ります。僕の技術のすべてをかけて。シャトンがメテオライトに並びます。石はどこにもありません。だから、クローネの力を借ります。皆さん、石の代わりとなる大事なものを貸してください。大事なもの？クローネが思いを石に変え、アンクルの時計を回します。クローネはそれでいいのかい？ロービートがふとつぶやきます。私のできることならさせてよ。この島のこと守りたいんだ。大きな時計を組み上げながら、
シャトンは汗を拭います。カラクリ島は大きな偽物。すべては誰かの仕掛けたギミック。人形たちは働きました。人形を作る。名前はアンクル。おお、みんなが集合している。そして小さな扉が。なんだろうここ。あ、今開けられないね。レトログラードが加えてたのは大きい丸の金色ガラス。信号機だよ。壊れてるけど、昔は毎日光ってたのさ。ロービート。ロービートが一つ放ってみせた紫の石の耳飾り。元の主人からもらったやつだ。もういらないよ。耳もないしな。首なしだもんね。オクトイドの手から受け取る緑色した瓶の破片。それを頼りにゴミを探した。光を貯めて夜光るんだ。コハゼが出した小さなかけらは赤い光を灯したガラス。いつも見つめて祈ってた。ステンドグラスのかけらなの。あ、スミヤが外に出てきている。スミヤがその手に握っていたのは、紙に包まれた真っ青な石。俺の涙の塊だ。人を殺める毒の石だよ。ルミノバが出した小さな破片は、澄んだ透明の薄いガラス。初めて灯したランプの破片だ。しまい込んでたし、割れてるけれど。メテオライトが持っていた玉は、ハートのついた丸い玉。あの模型には、これはいらない。人間が決めたことだから。エマイユの手に握られていた雫の形の透明ガラス。劇場にあるシャンデリアのもの。私の歌を知ってる雫。勇士がワイヤーで引き上げたのは真っ黒黒の岩の塊。初めて石を掘った日に、バッタ岩盤のかけらだよ。みんな集まっていろいろ提供してくれたんだね。シャトンがいつも右目につけてた、ルーペの時計を外します。時計から出したその石は、綺麗な緑の透き通った石。ダメだよ。それはシャトンの石でしょ？シャトンの時計が止まっちゃう。泣き虫クローネが抱えているのは、両手いっぱいの預かり物たち。ああ、泣かないで。大丈夫。僕の時計は心配ないよ。針の止まったルーペをはめて、シャトンはクローネの方を撫でます。最後の仕上げを頼むよ、クローネ。時計にみんなの石を入れてみて。動き始めたアンクルは、わあ、なんだ、え？なんと、クローネを飲み込みました。どういうことだ？クローネを出せ！畜生、
クローネに手を出すなよ。みんなの声は届きません。地響きのような足音で神殿を出て海辺まで、静かに動きを止めたアンクルが一つ吐き出したまん丸い船、クローネが乗って泣いています。お願い、ここにいさせてほしいの。丸い船の大きなプロペラ、何もできない人形たちから離れてく声、遠くへ遠くへ。まん丸い船は海の向こうへ。ここは危険です。離れてください。ここは危険です。離れて。海のさざ波聞きながら言葉を失う人形たち。歯車の回る音がする。海猫の声、波の音。頭の中が揺られるような時計塔の鐘の音。